どうもこんにちは。そう、そもそも治ってなかったこのバムソのエンジン、そうなんですよ。リスローンを入れて定価1万円オーバーですよ。このふざけたアメリカンケミカルを入れたんですけどね、全く治らずでした。で、これでエアが出たらもうあかんなと思って、エンジンかけた後にエアを緩めたわけですけど、その結果がこちら。そしてエンジンをかけて聞くと必ずブシュッと出ます。廃車？そうなんですよ、バモス廃車って言ってたじゃないですか。僕は廃車にしませんよ。というわけでね、カートにね、これらをまた戻して、注文に行きたいと思います。そう、シリンダーヘッドオーバーホールしますわ。で、ついでにヘッドバラすんであれば、もうバルブの擦り合わせまでしてやろうかなと思ったら、関西にエンジンの交換全部忘れてきましたよ。まあそんなことでね、あのバモスをやっぱり復活させようという感じです。やっぱり何言ってもね、僕すごい好きなんですよ、バモスが。なんでそんな好きなんやと、言われてね、言われてたこともあったけど、そんな何が好きなんと、やっぱりね、バモスといえば、まあ、さっちゃんといろいろなとこに行ったりした思い出の車じゃないですか。で、そういうのってあんまり、すぐ手放すっていうのはできないんですよ。もう意地でも直してやろうってやっぱ思ってて。なので、まあ、バモスのね、エンジン、まあまあ、そんな難しくはないんですよね。作業内容としては。エア抜きがちょっとだるいかなっていうぐらい。でも、エア抜きも相当やりましたからね。もう今は苦痛も何にもなくて、こういう要領でやったらいけるようになって、もうちゃんと頭に入ってるんで、まあ、無事復活させて、しかも、今回、タイミングベルト、ウォーターポンプ、サーモスタット、シリンダーヘッドのガスケット、しかもそのシリンダーヘッドのガスケットに対策までしてやろうと思ってます。この対策というのはね、昔シリンダーヘッドの歪み、軽い歪みなんかの時は免検するじゃないですか。ヤスリで免検するんですよ。ほんでスリーブとシリンダーの高さがだいたい合ってきたらガスケットがパッとはまるんでいいんですけど、だいたいこの調べていくと、このホンダのシリンダーヘッドっていうのがスリーブ落ち言うて、ピストンのスリーブがちょっと落ちてしまう病気なんですよね。なのでガスケットのシールが抜けやすいということで、そしてまた抜けやすいのが2番ということで真ん中なんですね。このスリーブの抜け落ちがやっぱ持病の原因になってるんで、もうそこを思いっきり対策しろかなと思ったんですよ。なので今回まあシリンダーヘッドをこう面検していって、当たり面をシリンダーとスリーブでしっかり出した後にガスケット入れる前に、僕はバイクでやってた施工方法をバモスに施します。これで多分ガスケットの吹き抜けはまあほぼないやろうということで、もうやるんやったらとことんまでね、やろうかと思ってます。まあそんなことでね、バモス復活キットをここで購入して作業していく。だぞ、これはガスケットだな。よし、これがシリンダーガスケットですね。そう、ここの、今黒く塗装されてるんですけど、だいたい吹き抜けてるとこはこのガスケットのこの黒が飛んで色が変わってると思います、純正側がね。で、これヤフーオークションで買ったんですけど、めっちゃ親切の人でこういうマニュアルまでね全部つけてくれたんですよ。すごいありがたいな、すっごいありがたい、めっちゃ丁寧。で、これがインテークマニホールドの紙ガスケット、これ剥がすのはめっちゃ大変らしいですね。で、プラグホールキャップとマフラーガスケット、
クランクシールかな。あ、これはいいか。液パイのガスケット。これがタペットカバーのパッキンですね。で、オーリング。よっしゃ。これで、ガスケットキットは全部揃いました。次、明日か明後日にタイミングベルト、ウォーターポンプ一式来ると思います。はい。というわけでね、バーモス、なんとか、修理したいと思います。ま、僕の予想では2日間ぐらいとして見てるんですけどね。で、今、工場の方がね、全部埋まっちゃって、作業が、ま、今日、明日中に、型の目処とかもいろいろつけて、明日中か。明日、明後日中。この2日間ぐらいで、なんとかやりたいなと思って。で、そこからですね、そこから、エンジンのオーバーホールするのに、バムスを工場の中に入れて、やりたいと思います。ただ、あの坂道上がんのかなっていう、それだけなんですけど、まあまあまあ、なんとかなるでしょうってことでね。よし、じゃあ、これを楽しみにしていてください。まあ、とりあえず、今回もうガスケットが届いたんで、もう大体の目処を立ててやっていきたいと思います。で、結構親切な方が、いくらいくらってね、今回視聴者さんの方でも書いてくださいまして、ありがとうございます。まあ、そんなことで、まあ、いろんなことやってる YouTube ですけど、引き続き、応援していただけますと幸いです。また、トレーラーとかね、また作っていったりもするし、またいろんな発表がね実はあって、まあ、それを、今後も発表していきたいなと思います。どちらにしろバムス直らんとトレーラーが先進まないんで、まあ、そういうこともあって、どんどんね進行させていきたいなという感じです。まあ、そんなことでまたよろしくお願いします。ありがとうございました。